スタートしました。ちょっと立ち遅れ加減、4番のスマートレビン、好スタートを切ったのは10番のバニスター。しかし内からかわして7番のダンツメがヒットが出ていきました。外からはタキオンレディ、あるいは大外からグイグイと14番の白山フレンチ先頭に並びかけました。あとは2番のブラッククローバー、現在4番手3番手のうちです。2馬身控えてノンリケット、その後ろに控えました。あとは内から5番のリバイブビート、それをかわして間から6番のブリクストが上がっていって先団グループです。これから3コーナーのカーブ、あとは外からタキオンレディ、15番のピースオブジャパン、これから3コーナーのカーブを回っていきます。その後ろから追い上げて12番のテイムクロタカが追走で緩い流れ、前半最初の3ハロン36秒2で通過していきました。あとはミスズミラクル、内から3番のシゲルお水取りが上がっていって、その後ろに1番のミゼバトラー、まだ後方残り600切りました。後方3頭追い上げていったスマートレビン、あるいは間からは栗のメンタンピン、最後方ちょっと遅れて5番のリバイブビート。馬群は4コーナーカーブから直線コースに向いて残り400切りました。間から今度はわずかにバニスター先頭か、バニスター内食い下がっている7番のダンツメガヒット、坂を登ってくる。そして外からは白山クレンチ並びかけて、内出しするから2番のブラッククローバー、残り200を切りました。そして大外からグイグイ6番のブリクストが一気に前を捉えて先頭に変わった。6番ブリクスト先頭、2番手盛り返す7番ダンツメガヒット、6番ブリクスト先頭で合輪、7番ダンツメガヒット2着、最後の最後に3着争いに15番のピースオブジャパンが上がってきていました。